俺の名前は雪平。30歳と28歳になった息子二人は、それぞれ東京で就職した。長男は結婚して、最近は孫が生まれ、家族三人で仲良くしている。次男は東京の飲食店で働いており、毎日忙しそうだ。昔から料理が好きな次男は、妻と二人でキッチンへ立つことも多く、将来は料理人になりたいという夢を叶えたのだ。俺が勤める会社は、東京に本社を構える建築会社。俺は現場へ出ることも多く、地域の人とコミュニケーションを取り、人の役に立てるこの仕事をとても気に入っている。地域の人たちにはよくしてもらっていた。右も左もわからない俺へ親切に声をかけてくれた人。田舎ならではの野菜のお裾分け。まだまだ若かった俺は、都会から離れた寂しさよりも、人間の優しさへ感謝した。そうして、この土地へ来て35年、急に本社への移動を命じられた。どうして俺が本社へ？最初は戸惑ったが、思い返してみれば、何度か打診はあった。が、決定事項ではない。この土地を気に入っていることもあり、のらりくらりと交わしていたのだ。それだけこの土地が好きだったから。だが、今回のは打診ではなく決定だ。何かと不便もあるだろうと心配している俺を横目に、妻は東京行きをひどく喜んでいた。きっと、俺を不安にさせないためだろう。もちろん息子たちの近くで生活できる喜びもあるだろうが、妻は俺の仕事をずっと支え、応援してくれている。義両親も5年前に亡くなっていて、家族と呼べる人間はこの土地に2人だけだ。不安はあるが、残りの人生チャレンジするのもいいかもしれない。本社へ行くまでの間にできることをすべて部下たちへ教える。もちろん地域の住民への挨拶もだ。部下たちも長年俺を支えてくれた大事な仲間。引き継ぎの期間を終えれば、俺たち夫婦は東京へ行くことになる。妻は日々荷造りをしながら笑顔で俺にこう言った。東京、楽しみですね。息子たちにももっと会えるようになるかしら。そうだな。そうだといいな。妻は俺よりも前向きに話をしている。本社に移れば今までと仕事の内容も変わってくる。いくら長年してきた仕事だとしても、何もかも同じとは限らない。だが、与えられた仕事は俺に期待してくれている証拠だ。この年齢でチャレンジできることに感謝し、俺たちは東京へ旅立った。まずは、俺を本社へ引き抜いた人物へ挨拶に行くことに。そいつ、ああ、いや、今は社長なんてでかい役職についているが、学生の頃は一緒にバカをやった仲だ。社長の名前は柏木。中学、高校を共に過ごした友人。いわゆる腐れ縁だ。毎日遅くまで遊びほうけ、親に怒られることも何度もあった。柏木はチャランポランな性格ではあったが、人望もあり、とても友達が多く憎めない奴だ。俺が入社した会社が柏木の親の会社だったと知ったのは、入社して3年が経った頃だった。お互い就職や恋人で忙しくしていて、成人してからは滅多に会うタイミングもなく、柏木自体も子会社で修行していたと聞いている。俺は地元、柏木は地方。柏木がゆくゆくは会社を継ぐと聞いた時には、俺の移動が決まる頃だった。またしても柏木とすれ違ってしまったのだ。柏木と俺は同じ会社にいると知ってから頻繁に連絡を取り合った。簡単に会える距離ではないが、お互いの近況報告はしていた。数年ぶりに会い、他愛もない話をする。お前、老けたな、俺もだが。お互い様だな。呼んでくれてありがとう。お前の期待に応えられるように努力するよ。お前の仕事っぷりは聞いてるぞ。これから頼むな。会話を終え、柏木と別れた。柏木、いや、社長が言うには、俺が配属される部署には、一癖も二癖もある奴がいるらしい。部長の橋本だ。
部署の中では嫌われ、仕事の仕方もワンマンだと聞いていた。よくある、上の者には媚びを売り、下の者は見下すというやつだ。おまけに気分屋で、相手によって態度を変える。さっさと切り捨てればいいものの、そう簡単にはいかないそうだ。さすがにこの年齢にもなれば、そういう人間は腐るほど見てきた。その橋本へも挨拶に行かないといけない。簡単には行かないだろうなと思っていると、俺の予想が当たったのだ。俺を案内したのは、橋本よりも下の立場、主任だ。主任は気さくでいい奴だが、やはり上の立場である橋本には何も言えないのだろう。気をつけてくださいね。と、俺を心配している様子だった。はじめまして、こちらに異動になった幸平です。よろしくお願いします。そう、橋本へ頭を下げると、橋本はこちらを見ようともしない。俺は、まあ思っていた通りか、と半ば諦めていた。橋本が年下だからと言って挨拶しないわけにもいかない。事前にどんな奴か話は聞いているが、今後この会社にいる限り関わっていく人間だ。関わりを持たないことができるのであればそうしたいが、こちらも子供ではない。俺は橋本からの返事を待った。このご時世、どこもかしこも禁煙だと騒がれているのに、橋本はタバコを吹かしている。きっとこの部屋、その席自体が自分のものになると思いたいからか、それとも誰も見ていないからなのか、俺の席になるということが気に入らないのか。きっと理由はどれも当てはまっているだろう。橋本は事前に専務になる人間が移動してくるということくらいは把握しているはずだ。うん、灰皿がないな。と思っている俺を横目に、橋本は机にタバコを押し付け消した。そして、俺に向かって。高卒のジジイの席はないんだよ！田舎に帰れ！と言った。こんなジジイが俺の部署に配属されるなんて、俺のエリート街道に泥を塗る気かよ！橋本は、まだ立ち上がる気配はない。話には聞いていたが、橋本は一癖二癖どころの話ではなさそうだ。橋本の一言に、迂闊にも戸惑ってしまった俺を見て、橋本の口元はうっすらと笑みを浮かべている。続けて、俺に向けこう言った。ここでようやく橋本が立ち上がったのだ。よくその年齢で本社に来ようなんて思ったな。身の程知らずにも程があるだろう。お前みたいなジジイは田舎で一生を得るべきなんだよ。身の程知らずと言われても、俺は自分の意志で本社へ来たわけでもない。そんなことを言えば余計に橋本の機嫌を損ねることになるだろう。見るからにプライドの高そうな男だ。俺は何も言わずに橋本が話し終わるのを待っている。おい、無視してんじゃねえぞ。もしかしてビビってんのか。だから田舎者は嫌なんだよな。ああ、臭い臭い。田舎臭さがここまで匂ってくるわ。こいつは俺の立場をまだ分かっていないようだ。そいつが座っていたのは専務と書かれた席。俺が、そこは俺の席だが。と言うと橋本は、何言ってるんだ、そんなわけないだろ。俺の席だ。お前みたいな田舎者の席はない。橋本は、俺を見ながら顔を真っ赤にしている。ここは俺の席だ。まだ完全に決まったわけではないが、君も聞いているはずだが、
と、俺は橋本へ伝える。お前が専務だと？よくて窓際社員だろ。そもそもお前、俺が誰だか分かってるのか？部長だぞ、部長。橋本はまくし立てるように話し続ける。橋本は俺に向かって、窓際社員という言葉を投げつけたが、窓際社員になり得ないことくらい橋本は理解しているはずだ。俺は橋本の言葉を遮るように言った。お前の話は聞いている。仕事もろくにできないワンマン野郎だってこともな。こんなことをして恥ずかしくないのか？いくら自分がその席に座れないからといって、初対面でこの挨拶はないだろう。俺は冷静に橋本へ話しかけたつもりだったが、橋本からすればただ喧嘩を売られているようにしか感じなかったのだろう。いい加減にしろ。俺はお前がこの本社に来ることを認めてない。お前がいくら優秀であろうと、お前は必要ないんだよ。橋本は俺が専務候補として移動してきたことは理解していても、誰の手によって引き抜かれたのか把握していないようだった。橋本は顔を真っ赤にして俺に、お前、この会社に残りたかったら、二度と俺にそんな口聞くなよ。今すぐお前の首飛ばされたいのか？と鼻息を荒くしている。首にできるならどうぞ。でもあなたにそんな権限はありませんよね。と、俺は至って冷静に橋本へ言葉を返す。俺がその気になればお前ごとき首にできる。会社は俺の味方をするに決まってるんだよ。橋本は自分に人望があると勘違いしているのか、必死に俺に向かって攻撃してくる。橋本は俺が本社に来たことも専務になろうとしていることも何もかもが気に入らないようだ。俺のことは事前情報で知っていたらしい。俺が高卒なことも今まで田舎にいたことも、常務を吹っ飛ばして専務になれると信じて疑わなかったのだろう。長年この会社に勤めて自分以外の人間が専務として移動してくるなんて、橋本にとっては不愉快極まりないはずだ。橋本は変わらず俺へ暴言を吐いている。おい、なんとか言え。お前コネ入社か？ろくに都会に出てきたこともない田舎者が俺より上になんてなれるわけないだろ。タイミングよく俺の元へ社長が来て、橋本は慌てて自分の席へ戻っていったのだ。やはり上の人間には弱いようだ。俺は善と多難だなぁと思いながら用意された席へ着いた。それから俺は取締役会までの間仕事を覚えるため社内で様々な様子を見ながら仕事をしていた。現場の仕事をしてきた俺は本社の仕事に関しては初心者だ。この年齢になって物事を覚えるのは苦労もするが、やはり楽しい。社員たちと打ち解けるのも時間はかからなかった。田舎で培ったコミュニケーション能力が役に立ったな、と長年の田舎暮らしに感謝をしたほどだ。部署内の物の配置から社員の名前、近場の食堂や休憩するのはどこが良いかなど、仕事以外の話もできるようになったのだ。橋本は人の目を盗んでは俺に暴言を吐いたり、嫌がらせをしてくるようになった。俺は相手にしたら調子に乗ると思い、そのままにしていたのだ。スルースキルというのも仕事には大事だ。今は橋本よりも目の前の仕事を完璧にこなすことに集中したい。一週間もすれば一日の流れも把握することができたし、引っ越した家の片付けも妻のおかげでだいぶ生活できるようになった。妻は妻で、俺の心配をよそに、東京の暮らしを満喫しているようだった。俺は次の日も
その次の日も会社へ向かう。もちろん毎日、橋本の嫌味付きだ。おい、今日も懲りずに出社してきたのか。さすが田舎者。神経がずぶといんだな。まあ、それもすぐに終わりだけど。橋本は、俺が傷ついて何も言えないと思ったのか、どんどん調子に乗ってくる。俺の近くへ来れば、田舎臭い。と文句を言う。小学生レベルの悪口に付き合っているほど暇ではない。相手にされていないことにも気づいていない橋本は、毎日飽きずにやってくるのだ。そんなある日、おい、この書類ミスしてるぞ。これだから田舎者は仕事ができなくてダメだよな。こんな奴が同じ会社にいるなんて空気が田舎臭くなるんだよ。田舎者はさっさと田舎に帰れ。と、大声で俺を罵り出した。俺は、ついにやったか。とある証拠を持って、部屋を後にした。俺はこの時を待っていたのだ。今日はタイミングよく取締役会が行われる日だ。橋本はなんてタイミングの悪い奴なんだと思いながら会議室へ移動する。これが専務へ決まるかどうかが議題だ。橋本は意気揚々と会議室へ入室した。俺を見ると勝ち誇ったような顔をしている。他の役員たちはそんな橋本を見て呆れた顔だ。橋本の祈りも虚しく、俺の専務の席はあっさりと決まった。橋本はもちろん全力で拒否しているが、橋本以外の人間はもちろん賛成だ。橋本は必死に止めようとしている。どうしてですか？そんなの納得できません。橋本がいくらわめこうが決まったこと。その場にいた人間の橋本以外の全員が賛成しているのだ。社長は顔を青くしている橋本へ向かってこう言った。橋本、お前の話は全部聞いている。雪平を鮮明と言い出したのは俺。その結果がこれだ。お前以外の全員が賛成している。文句があるなら俺に言え。橋本は明らかに動揺している。社長は続けてこう言った。雪平は昔からの友人だ。だからといって専務にしようと考えたわけではない。こいつにはその素質がある。お前はどうだ？雪平がしてきたことをお前にできるとは思えない。お前のことは部長からも降ろそうと思っていた。橋本の顔がみるみる青ざめていく。だが橋本は俺を睨みつけると社長へ向かってこう言った。こんな田舎から出てきた低学歴の男が専務なんて納得できません。どう考えたって俺の方が専務への素質があります。社長は会社を潰すおつもりですか？お前が専務になったとしよう。お前は何ができるんだ？社長は橋本へ尋ねた。橋本は自分にもチャンスがあるのだと期待に満ちた目で話し始めた。俺だったらもっと業績を伸ばせます。そいつと違って、有名大学も出ていますし、ずっとこの会社のために身を粉にして働いてきました。俺が専務になれば、きっとこの会社の未来も明るいでしょう。と、自分のプレゼンに酔っているようだ。お前が専務にならないと会社の未来は暗いのか？じゃ違います。そういう話ではなくて。社長は首を横に振って呆れたように話し始めた。確かに雪平は高卒で、お前は納得しないかもしれない。だが仕事は確実にお前よりもできているし、こっちへ来てからも成果を出している。部署内を回り仕事を把握し、現場へも足を運んで、現場の人間とコミュニケーションも取っている。それに比べてお前はどうだ？部長という肩書きに甘えて、自分の仕事は部下に押し付け。今回に至ってはデータまで改ざんしているだろう。橋本は驚いた顔で、
違います。俺は何もしていません。そいつが仕事ができないだけです。濡れ衣もいいところだ。俺は橋本に書類を差し出してこう言った。これが昨日のうちに完成させていたデータだ。もう提出してある。パソコンの更新履歴を見る限り、俺が退社した後に誰かが俺のパソコンでデータをいじっていたこともわかる。俺は何もしていない。言いがかりもほどほどにしろ。俺がやったという証拠でもあるのか。橋本は俺の仕事のデータをいじり、ミスを作り出し、それを社長へ提出していた。本来社長に提出するようなものではないにもかかわらず、俺を陥れようとしていたのだ。部署に防犯カメラがあることも忘れて。俺は橋本からの暴言は、ボイスレコーダーで録音していたし、社内で橋本から嫌がらせを受けた社員からも話を聞き、それも録音して提出していた。社長は警備へ連絡をし、部署内の防犯カメラの映像も入手しており、その映像をこの場で再生したのだ。橋本は膝から崩れ落ち、違う、こんな動画、こいつが作り出したガセ動画だ。俺は何もしていない。信じてください。俺は本当に無実なんだ。橋本の目にはうっすらと涙が浮かんでいる。社長も誰も橋本へ言葉を向けることはない。橋本は必死に言葉を投げかけるが、誰一人答えようとはしなかった。橋本の言葉を信じる人間は誰もいない。お願いします。俺のせいじゃないんです。俺はそんなつもりじゃなくて、会社を守りたくて。言っていることも支離滅裂だ。どうして俺を信じてくれないんですか、社長。俺はただ会社を良くするために。と、誰にも届かない言葉をただ投げ続けていた。橋本はその場で首が決まった。その場にいた橋本以外の人間が賛成したのだ。取締役会に参加している全員、橋本を冷めた目で見ていた。首だけはお願いします。勘弁してください。俺には家族がいるんです。お願いします、社長。部署内だけではなく、社内でも評判がかなり悪かった橋本は、その日をもって退職になった。俺は確実な証拠を集めるため、橋本を相手にすることなく、真面目に仕事に取り組んできた。橋本は最後の最後まで納得していない様子だったが、どれだけ泣こうがわめこうが、結果が覆ることはない。クビになった橋本は、家族にも会社での行いを知られることとなる。橋本の嫁は子供を連れて実家へ戻り、しばらくして離婚届が送られてきたそう。橋本は家でも自己中で奥さんも疲れ切っていたらしい。今まで家事も育児も全てを担っていた嫁がいなくなった橋本は、家は荒れ放題で見るからに落ちぶれていった。年齢的にも再就職が難しく、今は散々馬鹿にしていた田舎の工場で働いているそうだ。お前中卒のくせによく堂々としてられるな。また始まった後、視線をやると部長と目が合う。何かと俺の学歴を持ち出して嫌がらせをする困った人だ。俺だったら恥ずかしくて外にも出られないわ。俺は、そうですか、と受け流す。いつか見てろよ、と心の中で舌を出しながら。俺の名前は篠原、35歳の会社員だ。弟がまだ幼い時に父が亡くなってから、母と弟の3人で暮らしてきた。父の残してくれたお金や、母の稼ぎでなんとか暮らしていたが、家計はいつも火の車。俺は苦労している母を見ていられず、中学卒業と同時に社会に出ると決意した。母は大反対したが、弟の進学も考えると、これが最良だと俺なりに考えた結果だ。俺がまず最初に働いたのはアプリ開発の会社だった。社員10名とアルバイトやパートが数人の本当に小さな会社だ。学歴のこともあり、いきなり正社員は無理だったが、
パートとして雇ってもらえることに。この会社に入ったきっかけは求人情報だ。プログラミング未経験でも歓迎という文言に惹かれた。俺は中学の時からパソコンを扱う授業が一番好きだったからだ。将来的にプログラミングができたらかっこいいだろうなぁなんて、今思うと子供じみた理由だったが、実際に当時はまだ子供だったのだからそんなものだろう。働き始めはデータ入力など簡単な仕事がメインだったが、俺の目にはどんな仕事も新鮮で、もっと他にもやってみたいと意欲が燃えた。そんな様子が社長たちには好印象だったのだろう。時間ができると、みんなが俺に、プログラミングについていろいろと教えてくれるようになった。参考になる本などもくれたりして、俺は本当にありがたい気持ちでいっぱいになる。だが、現実はそう甘くない。ある日、社長から会社を畳むと告げられたのだ。この時、俺は30歳。パートから正社員となって、プログラマーとして本格的に働いていた。本当にすまないと思ってる。ここ数年、業績が下がっていてな。社長が俺に頭を下げる。そんな、頭を上げてください。中卒の私に、たくさんのことを教えていただきました。本当に、社長や先輩たちには、感謝ばかりです。社長は、せめてと、俺たち社員の再就職先を考えてくれていた。最後の最後まで本当にありがたい思いでいっぱいだ。真面目なお前ならきっと大丈夫。もしも学歴を持ち出されて馬鹿にされても胸を張れ。社長や先輩たちにそう言われた時は柄にもなく大号泣。こうして俺の最初の職場での時間は幕を閉じた。新しい職場は工業会社だった。機械製品を主に製造していて、俺はそこの生産管理部に所属が決定。パソコン業務、時には自ら在庫チェックのために動いたりと、非常に幅広い業務を担っている部署だ。同僚たちはみんな気さくで優しく、俺が中卒だと知っても、そんなの関係ないと笑ってくれるいい人たちだった。ただ、一人を除いては。新人が来るって言うから期待してたのに、まさか中卒が入ってくるとはな。俺にこう言い放ったのは部長の太田である。太田は何が気に入らないのか、毎日のように俺の学歴を持ち出しては嫌がらせ行為をしてくるようになった。太田部長は学歴主義で有名なんですよ。自分も有名な大学を卒業しているらしいんですけど。同僚がそう教えてくれたが、なんだか納得がいかない。高学歴なのは純粋にすごいが、だからって他人を馬鹿にしていいと思うその考えは人としてあまりに下品だ。俺の頭に母と弟、そしてこの職場を紹介してくれた前の職場の社長の顔が浮かぶ。俺は屈したりしないぞ。そう思い、太田の嫌がらせ行為はスルーして真面目に仕事をした。働き始めてからおよそ1年後、俺はある仕事を任された。以前の会社でプログラミングの仕事をしていたのを買われ、既存の生産システムを改良したいと社長直々に相談されたのだ。お任せください。俺は久しぶりのプログラミングに熱が入った。プライベートで個人的にプログラミングには触れ続けていたため支障はない。結果的に俺が組んだプログラムは大好評となった。簡潔で見やすいのはもちろん、品質、費用、納期の最適化が見込める仕上がりだ。操作も前より簡単になったと思う。社長直々の仕事というのもあり、俺はこの功績を称賛された。気恥ずかしかったが、自分の力を認めてもらえた気がして、純粋に嬉しい気持ちだ。だが、一人だけ俺を認めない奴がいた。例によって部長の太田だ。は、社長もどうかしてる。部長の俺を差し置いてお前なんかに直々に仕事を頼むなんてな。中卒ごときにあんなプログラムを組めるわけがない。お前何か汚い手でも使ったんじゃないのか？
俺の前の仕事がどんなものかも知っているはずなのに、太田は口汚く俺を罵倒し、俺の成果を否定する。さすがの暴言に、部長は言い過ぎですと、同僚たちがかばってくれた。自分の味方をする者がいない事実に、太田は眉を吊り上げる。ふっ、さすが、低俗な中卒だ。周りを味方につけて俺を孤立させる寸法か？成果を作ってそのうち俺を追い落とすつもりなのだろうが。そうはさせんぞ。今に見ているんだな。指を突きつけてくる姿に、俺は面食らう。部長は俺に追い越されると心配をしていたのだろうか。追い落とすって、そんなつもりはありませんよ。私はただ精一杯仕事と向き合っているだけで。それに、中卒ごときといつもおっしゃいますが、私はこれでも15歳からずっと社会に出て働いています。社会人として、人としても日々成長しているつもりです。もうこれ以上、私を中卒だからといって馬鹿にするのはやめてください。俺は勢いに任せて気持ちを吐き出した。同僚たちがよく言ったというようにうなずいている。お前、よくもこの俺に向かって。俺はこの部署の部長だぞ。もちろん、分かっております。ただ、私は中卒ではなく、一人の社員として認めてほしいと言っているだけで。俺の言葉を遮り、部長は怒鳴った。黙れ！覚えていろ。この俺に恥をかかせやがって。後悔させてやるからな。部長は鼻息荒く、部署を出ていく。どちらへと声をかけると、ねえ、喫煙所だよと怒鳴られ、扉が乱暴に閉められる。部長なんか気にするなよ。それよりもっと胸を張れって。俺が部長の去っていった方を見ていると、同僚の一人が俺の背中を軽く叩く。その時、前の職場の社長がくれた言葉と重なり、俺は、そうだな、と自然に笑顔に戻れた。それから、およそ半月後の出来事だ。俺は珍しく部長に話があると声をかけられた。妙に機嫌が良さそうな部長に、俺は首をかしげる。太田部長、どうされました？俺が恐る恐る尋ねると、太田は笑顔のまま俺に告げた。篠原、今までご苦労だったな。今日でお前は首だ。今日はもう仕事をせず荷物をまとめて帰ってもいいぞ。は？あまりに唐突すぎる言葉に、俺は硬直する。俺の頭の中で繰り返し、太田の発言が再生されるが、どう頑張っても理解ができない。言葉は悪いが、こいつは何を言ってるんだという感想しか出てこなかった。部署内も騒然とし始めて、俺はハッと我に返る。ちょっと待ってください。クビになるような理由に心当たりがありません。それに私は生産システムの管理を任されている身です。辞めるとしても引き継ぎなどがある以上、はいそうですかとはなりませんよ。俺は例の生産システムを作ってから管理も任されるようになっていた。作った本人が管理責任になる方がいいだろうという社長の考えだ。中卒の無能から引き継ぐことは何もない。IQ160 の社員に聞くから、さっさと消えてくれ。引き継ぎなんかもいらないぞ。なんせ、次の管理責任者はその新人に任せるからな。IQ160 ですか？いきなり新人に生産システムの管理責任者を任せる。本当に理解不能だ。俺の困惑した顔を見て、太田はふふんと鼻を鳴らした。実はな、俺の知り合いの息子が、IQ160 なんだよ。井出くんと言ってな、最近転職先を探しているって言うから、ぜひうちにって俺が声をかけたわけ。IQ160 の天才だぞ。そんな奴を引き入れたら俺の株も上がるだろ。結局、自分の評価のためなのか、と俺は呆れてしまう。俺はずっと太田の言動にはうんざりしていた。いつかきっと分かってもらえると、少しでも信じていた俺が甘かったようだ。そうですか。では、
ご自由にどうぞ。部長が責任を持って、その井出くんに仕事を教えてあげてくださいね。あ、それから、部長は何か勘違いしていらっしゃるようですが、部長に私をクビにする権限などありませんよ。中卒の私でも知っています。少しは勉強されたらどうですか？もう辞めるのだからと、俺は皮肉を込めて太田に言う。なあ！太田が顔を真っ赤にするが、構うもんか。明日、退職願いを提出させていただきます。さっさと消えろとおっしゃるので、そのまま有給消化をさせていただきますね。俺は自分のデスクに戻っていく。太田に屈したりしないと思っていたのが嘘のようだ。心が、ぽっきり折れた。あるいは、ここまで馬鹿にされると、もう何も言えないというか。だけど、ただでは終わらない。俺がちらりと視線を向けると、勝利を確信したような下品な笑みを浮かべた部長と目が合う。今まで散々俺を馬鹿にしてきたツケだけは返してもらおう。俺は心の中でつぶやいた。それから、3日後の出来事だ。俺は宣言通り退職願いを提出し、有給を消化し始めていた。散らかっていた部屋を片付けていると、スマホが着信を告げる。表示を見て俺は固まった。太田部長だったのだ。以前、仕事上やむを得ず番号を教えたのを忘れていた。これは無視でいいだろう。そう考えていると、スマホの振動がやむ。ほっとしたのもつかの間、間髪入れずにスマホが振動する。出るまで電話をかけ続けるつもりか。俺は仕方がないと意を決して電話に出た。篠原、大変なんだ。もう二度と聞くことはないと思っていた太田部長の声は非常に慌てており、要領を得ない。相当パニックに陥っている様子だ。何の御用でしょう。俺が短く尋ねると、太田は言う。例の IQ160 の新人がやらかしやがったんだ。お前が作った生産システムをめちゃくちゃにしやがったんだよ。お前ほどプログラムに詳しい人間は他にいないし。頼む、戻ってきて直してくれ。引き継ぎはいらない、とっとと消えろ。そうおっしゃったのは太田部長ですよね。どうして私がそちらへ行かなくちゃならないんです？俺は言いながら、同僚たちの顔を思い浮かべる。俺が退職願いを出した日、同僚たちは、俺との別れを心から惜しんでくれていた。生産システムが使えないとなると、同僚たちもさぞ困っているに違いない。俺は、やれやれと首を振る。わかりました。太田部長のためではなく、元同僚たちのためです。そちらへ向かいましょう。太田が、ほっとしたような声を上げるのは勘に触るが、部署のみんなのためだ。それに、IQ160 の井出という新人に関しても気がかりだ。俺は、カバンを手に玄関へと向かった。俺が部署に顔を覗かせると、驚いた様子の同僚たちと目が合う。俺の席だった場所には、顔面蒼白になった青年が座っている。やあやあ、篠原くん、よく来てくれたね。太田がわざとらしく、猫なで声で俺に声をかけてきた。いやあ、IQ160 の天才だって言うから任せたのに、このありさまだよ。やっぱり篠原くんがいないと、うちの部署はダメだな。太田の悪意のこもった口調に、俺は眉間にシワを寄せた。俺は太田を無視して新人の井出に声をかける。はじめまして、篠原です。話は聞いたんだけど、まずは覚えている限り、君がどんな風にシステムを触ったのか教えてくれるかな。俺がなるべく優しい口調で尋ねると、井出は震えた声で経緯を話してくれた。井出が言うには勝手に触ったのではなく、部長に指示を受けながら触っただけだという。そもそも、仕事の基礎も教わらないうちに、いきなりシステムの管理責任者という立場にされて困惑していたという。他の同僚が仕事を教えてあげようとしても、天才だから必要ないと、太田は聞く耳を持たなかったらしい。
生産システムを改良しろと言われたのですが、僕は無理だと言ったんです。それなら自分が指示するから、その通りにやれば問題ないと部長が。井出が弱々しく言う。大谷は呆れて物も言えない。井出が勝手に触ったんだ、俺は知らん。大田の発言を再び無視して、俺は顎をさすった。なるほど。大田の指示に従った結果、重要なコードが書き換わり、プログラムが正常に動かなくなったのだろう。わかった。ごめん。ちょっといいかな。俺は井出に席を代わってもらうとパソコンに向かう。俺が慣れた手つきでキーボードを叩く様子を、井出は興味深そうに眺めていた。思っていたより原因が単純で助かりました。これで元通りのはずです。同僚たちから歓声が上がり、井出は深く俺に頭を下げる。本当にすみませんでした。改めてよく見ると、井出は俺よりも若そうだった。いくら IQ が高いと言っても、社会人経験は思った以上に少ないのかもしれない。俺が内心そう考えていると、太田が俺に近寄ってくる。いやー、助かったよ。じゃあ、篠原は帰っていいぞ。ったく、何が IQ160 の天才だよ。期待して損したぜ。つーか、詐欺だよな。ヒヤヒヤさせやがって。ほっとして、いつもの調子に戻った太田が、井出に向かって暴言を吐く。俺は思わず、井出をかばうように前に出た。私の次は井出くんですか？私が気に食わないからと追い出して、今度は入ったばかりの井出くんに嫌がらせ行為をするつもりかと言ってるんです。は？お前、何言って？俺は、そもそもっと前置きをして、IQ について太田に説明を始める。IQ とはそもそも、知能指数を表す言葉だ。高ければ高いほど、周りは、頭がすごくいいに違いないと思うだろう。IQ130 を超える人はギフテッド、つまり神が与えた才能と呼ばれることもあるそうだ。だが、すべての分野において優れているというわけではない。他の人と同じように、運動や芸術の分野が得意な人もいれば、数学や語学に堪能な高 IQ の人もいる。ましてや、IQ の高い天才だからと基礎も教えずにいきなり何でもできると思うのは、こちらの身勝手もいいところなのだ。天才だから教えなくても、何でもできると思ったら大間違いです。井出くんは、とても辛かったでしょうね。俺が説明しながら指摘すると、太田は顔を赤くした。そう、それなら周りに聞けばいいじゃないか。同僚たちが反論する。私たちが力になろうとしても、部長が邪魔をしたんですよ。俺はたまらず、あなたそれでも上司ですか？と、太田に対して言い放つ。俺は緊張を和らげるように、井出の肩をポンと叩いた。部長が勝手に期待して君もきっと苦労したね。俺がそう微笑むと、井出はようやく表情を緩ませる。盛り上がっているところを失礼するよ。突然の第三者の登場に、俺たちは声のした方に目を向けた。話は聞かせてもらった。篠原くんの退職願いについて、部長に訳を聞きに来たのだが、なるほど。太田部長が大いに関わっているようだね。立っていたのは、なんと社長だ。手には、俺が提出したはずの退職願いが握られている。社長は、真っ青になった太田に近づき、肩を叩いた。昨日まで出張だったのでね。篠原くんが退職願いを出したと知って驚いたよ。これから、太田くんにはじっくり話を聞かせてもらおう。篠原くん、君も同席してくれるかな？俺が、もちろんですっと頷くと、太田は悲鳴を上げた。後日、太田は懲戒解雇になり、俺は会社に戻ることになった。今は弁護士に依頼して、太田が行ったパワハラなどの慰謝料について話し合いをしている。辞めると決めた時から、絶対に弁護士に相談しようと決めていたのだ。
俺が細かくつけていた記録や周囲の証言があるので問題なく慰謝料請求できるだろう。社長を交えた話し合いの最中、真実を知った社長は俺に謝罪してくれた。その上で俺に戻ってきてほしいとお願いされたのだ。太田がいなくなるならと俺は了承した。それから4年、俺は今35歳、生産管理部の課長となりバリバリ仕事をしている。井出も部下として一緒だ。さすが IQ160 だけあって頭の回転も仕事の飲み込みも早い。今ではとても頼りになる存在だ。篠原さんのおかげで仕事が楽しいです。井出にそう言われ俺は嬉しくなる。俺は太田のような上司には決してならない。今でもそう胸に刻んで仕事に励んでいる。これいらないから。俺の目の前の人物が偉そうに言ってきた。え？と返す俺にニヤニヤするのは取引先の社長だ。こいつは俺を見下している。俺たちの努力を無駄にするなんて冗談じゃない。俺はこいつに仕返しをしてやろうと思ったのだ。俺の名前はフミヤ。40歳で父が昔から経営している工場で働いている。ほとんど家族経営のような小さな工場で、俺と弟、あとは数名の従業員がいるだけだ。みんな昔から俺たち兄弟を知っていて、俺たちが働くようになってからもよくしてくれている。俺は昔からこの工場に出入りするのが好きで、暇さえあれば工場の作業場を見学していた。父は工場経営は大変だし、継がせる気はないと言っていた。でも今が限界なら新しい何かを作り出せばいい。俺はそう思いながら、高校も専門学科があるところに行き学んだ。俺は長男としてこの工場を継いでいきたいと父に直談判。父は笑いながら、フミヤがそこまで言うなら任せるよ。まあまだまだ俺も現役だけどな。と言った。弟も俺と同じ考えで父の工場を継続させたいと思っている。弟は大学まで行き、今は部品の開発を手掛けている。以前弟が開発した部品は画期的で、今受注が増えてきているところだ。俺は営業にも出ているのだが、弟の作った部品を売り込んだ時の相手の反応を見るのが楽しい。これはいいものだ。これはすごい部品だ。なんて言われると俺まで嬉しくなる。そんな中、今弟を中心に新たに開発している部品がある。これは取引先に持ちかけられた話で、この取引先の社長は父と昔からの知り合いだった。そのため父は開発費などは必要ないと言い、完成した暁には全て買い取りをするという口約束で開発が進められたのだ。しかしこの社長が突然倒れ、二代目社長が就任した。二代目社長は役員だったのだが、俺たちは話したこともない人だ。前社長は過労で、命に別状はないとのことで安心したのだが、しばらく入院が必要らしい。とはいえ、取引先の担当者の雪村さんは、製品開発を進めたいと言い、うちの工場も特許を取り、部品を完成させたのだ。これは7億円の受注になる予定で、うちとしても社運をかけていた。その頃、うちの特許部品の噂を聞きつけた別の会社から取引をしてほしいと申し出があったのだが、父は断った。前社長との口約束では、独占的に下ろすとは言っていなかったのだが、物理的にこれ以上の大量生産ができないので、別の会社に下ろすのは難しい。正直なところ、取引を申し出てきた会社の方が大手なので、売上額はそちらの方が見込める。でも、父も知人である前社長との約束を守りたいと言うし、
俺も父の判断に賛成した。3年かけた特許部品が完成し、一息ついた俺たち。そして取引先の担当者である雪村さんに連絡をした。すると雪村さんは、実はちょっと社内の方向性が変わりまして、となんだか歯切れが悪い。2代目社長を連れてくるというので俺はうなずいた。翌日、雪村さんが2代目社長と共にやってきた。俺と父が挨拶をすると、2代目社長は工場を見回し鼻で笑う。こんな小さい工場が取引先？いつ潰れるのかヒヤヒヤするな。父は顔をしかめる。俺も頭に来て、本日のご用件は、前社長からお話をいただいていた新しい部品の件ですよね。すでに生産は始めておりますし、正式な契約をしていただければすぐにでも納品はできますが、と言った。雪村さんは2代目社長の隣で気まずそうな顔をしている。2代目社長は、ああ、それな。とりあえず見せてほしいんだ。と言ってきたので、俺は部品を渡した。二代目社長は部品を手に取り、まじまじと見る。そして、これいらないからといきなり言ってきた。え？俺と父は思わずそんな声が漏れてしまう。前の社長が勝手に進めてた話だろ？これで7億だっけ？こいつから聞いて驚いたよ。と、二代目社長は雪村さんを指さした。雪村さんは、ですが、社長。と言いかけたのだが、二代目社長はそれを遮る。うちは取引先との付き合い方が下手みたいで、利益が低いんだよ。いくら大量に必要だとはいえ、こんな部品に7億だなんておかしいだろ。海外から輸入したらいくらになると思う？たまにいるのだ、こういう人間が。俺たちみたいに工場で製造している人間を見下して、海外から輸入すれば安いと脅し、取引金額の値下げを要求する。しかし、俺たちに言わせれば輸入品とは質が違う。価格を落としたら品質も下がってしまうのだ。父はしかめっ面のまま、無言で二代目社長を見ているので、代わりに俺が口を開く。海外から輸入した方が安いのはわかりますが、これと全く同じものは輸入できませんよ。これはうちの技術が詰まっています。特許も取りました。それに7億というのは、これを作るための開発費の代わりにしてほしいと、前社長からのお話があり、この金額にしたんですよ。すると2代目社長は大声で笑い始めた。それ契約書に残ってるのか？聞いた話だとただの口約束だったらしいじゃねえか。そう言われてしまうと返す言葉がない。ずっと無言だった父がそこで口を開いた。あいつの病状はどうなんだ？父はずっと前社長のことを気にしていたが、携帯がつながらないらしく連絡が取れていないそうだ。二代目社長は、前社長のことなんて俺は知らないよ。入院してるらしいけど、見舞いにも行ったことないし、俺には関係ないことだからな。と言った。父は肩を落とした。二代目社長は、俺と父のことを見て笑う。お前らも、あの社長みたいに倒れるなよ。まあ、こんなボロ工場、倒れるまで働かないと維持できないかもしれんがな。こいつは俺たちに何の恨みがあるのか。勝手に見下して勝手に笑っている。そして、口約束で7億の商談なんて甘いんだよ。ここが潰れるのも時間の問題だな。と言う。俺は二代目社長に向かって口を開いた。確かに口約束でしたが、この部品は御社の製品のために作ったもので、すでに生産を開始しています。見た目は今までのものとさほど変わりはありませんが、性能が違います。性能の説明もさせていただきますので、と言いかけると、
二代目社長は俺の言葉を遮って笑う。もう全部いらないから。雪村さんは小声で、社長、いくらなんでもそれは…と言っているが、二代目社長は聞く耳を持たない。我が社は徹底的に利益を追求する方針に変更した。こんな部品どこのものを使ったって大して変わりないだろ。だったら安い海外メーカーのものを使えばいいんだ。わざわざ高い金額で仕入れる必要はない。話は終わりだ。父は黙っている。きっと怒っているのだろう。口を開いてしまうと怒りが爆発するから黙っているに違いない。俺はこの二代目社長にすがるべきなのか一瞬考えた。まあ御社の製品のためとは言ったが、他にもこの部品が使える製品はある。よし、それで行こう。俺は頭の中で今後のプランを描いた。そして口を開く。本当ですか？本当にそれでいいんですか？すると二代目社長が馬鹿にしたように笑う。はあ？利益を追求することの何が悪いんだ？当たり前のことだろ。俺は大きくうなずいた。そうですね。ではこの件はなかったことに。俺が笑顔で答えると、雪村さんは驚いた顔をする。二代目社長は鼻で笑って、この工場を潰す決心でもついたのか。まあせいぜい頑張ってくれよ。と言った。その様子を見た父は、俺の考えを察したらしい。父も笑いながら、そうですね。せいぜい頑張りますよ。ただ、オタクとの取引は今後一切中止したい。どうせ今納金しているものも海外から仕入れるとか言い出しますよね。と言う。二代目社長は父を見た。あんた話が早いな。その話は後日別の担当からさせる予定だったが、この工場が潰れる前に仕入れ先を変えるよ。じゃあ、他のものも取引中止ということで。現状、ここに卸している別の部品は、取引金額は少ない方だ。それは父と前社長のつながりでかなり安くしていたからだ。内情を分かっている雪村さんは、社長、それは困りますよと顔色を変えていったが、二代目社長は、社長は俺だ。話はもう終わった。帰るぞ。と言って去っていった。雪村さんはどうすることもできなかったようで、俺と父に頭を下げて二代目社長についていく。二人が去った後、俺は父を見た。どうするんだろうな、あの会社。父は笑い出す。うちの部品が海外メーカーと比べられてたまるかよ。あの会社、今後どうなるか見物だな。俺はうなずいた。さて、じゃあ俺は、この部品を売り込みに行ってくるよ。父は俺を見て、やっぱりそのつもりだったのか。俺はあの社長に頭にきて考えられなかったが、お前の態度で決心がついたよ。と言う。俺はあるところに電話をかけ、アポイントを取った。翌日、雪村さんから電話が来た。ふみやさん、昨日は申し訳ありませんでした。と電話口で平謝りしてくる。この人は何も悪くない。俺は口を開いた。あんな社長に変わってしまって、雪村さんも大変ですね。雪村さんはため息をつく。はい、本社にまで大変なご迷惑を。すでに清算してくださっていたんですよね。それに関しては、なんとかうちで買い取ることができないか、もう一度掛け合ってみますので。そう言ってもらったが、俺は断った。いえ、大丈夫です。他の取引先が見つかりそうですから。本当ですか？と雪村さんは驚いた声を上げる。すみません。ちょっと商談があるので、もう出るんですよ。俺はそう言って電話を切った。そして俺が向かったのは、以前特許部品の噂を聞きつけて、取引を申し出てきた大手の会社だ。
ここでダメでも他に売り込んでみようと思っていた。でも結果的にうちの特許部品の実物を見た担当者が、これは思った以上に素晴らしいと言ってくれ、商談は見事成功したのだ。それからうちの工場は忙しくなった。なんせ大手との取引が成立したため、製造する部品の数が倍になったのだ。これは全員に特別ボーナスが必要だなぁ、と父が嬉しそうにつぶやく。うちの部品が売れるということは、うちの技術が認められたということだ。職人たちにとってこれ以上嬉しいことはない。うちの部品は評判が良く、大手の会社からは他の部品の発注も増えた。そしてなんと14億もの売り上げになったのだ。雪村さんのいる元取引先の金額よりも倍になり、うちの工場は大繁盛。さらに大手の会社から新しく求められた部品があり、弟を中心にまた新たな開発が始まった。さすがにこのままでは工場が回らないと、人を増やし工場を拡大する話も出ている。なんとその新人の中には、あの雪村さんもいるのだ。雪村さんは二代目社長の考えにはついていけないと会社を辞めてきたらしい。それを聞いた父が雪村さんをスカウトし、今は営業としてうちで働いてくれている。社長、私を拾ってくださって本当にありがとうございます。これからは社長のお力になれるよう頑張ります。と、雪村さんは元気いっぱいで営業に出かけていった。それに前社長の入院先も雪村さんが教えてくれて、父と弟と一緒にお見舞いに行ってきた。二代目社長のことは申し訳ないと言ってきたが、前社長から頼まれた部品が特許を取り、それが今大手の商品に使われ評価を得ていると知り、元気が出たようだ。俺たちはほっとした。新たな仕事も入り、忙しい日々が続いていたのだが、ある日工場にとある人物が乗り込んできたのだ。社長はいるか？それはあの二代目社長だった。あいにく父は外出中だ。仕方なく俺が対応をする。社長は外出中です。何かご用でしょうか？俺の顔を見ると、二代目社長は舌打ちをした。なら、お前でいい。相変わらず偉そうだ。俺は呆れながら、ご用件は、と強めに言った。すると二代目社長は、あの件だがな、仕入れしてやってもいいことになった。来週までにどれくらい納品できる？と言ってくる。は？何を言っているんだこの人は。俺は訳がわからずそんな声を出すと、二代目社長はイライラしだす。だからお前らが特許を取ったとかいう部品だよ。予定通り7億でいい。いつまでに納品できるんだ？そう聞いて、ああ特許部品の件かとは思ったが、今更何を言っているんだ。でもこの二代目社長がこう言ってくる理由はなんとなく分かった。やっぱり海外からの輸入品はダメでしたか？大方海外の部品を使った製品にクレームでも来たんでしょう。そう言うと二代目社長は言葉を詰まらせる。俺は続けた。でもあの部品はすでに他社と契約していて、物理的に生産数を増やすことはできません。あなたに契約を断られたことで、うちはもっと大手と契約することができました。おかげで従業員を増やさないと生産が追いつきませんよ。ある意味、あなたに感謝しないといけないですね。そう言ってにっこりと笑う。すると二代目社長は苛立った表情で、もともとうちと契約してたんだから、そんなのは契約違反だろ？と言ってきた。契約違反って何の契約ですか？契約書なんて交わしましたっけ？俺がとぼけると、二代目社長はだんだんと声を大きくして、だから、うちが契約してやると言っているんだ。早く契約書を作って持ってこい！と言う。
俺は冷たく、嫌ですね、と言い放った。二代目社長はさすがに黙ったので俺は続ける。あなたが前社長との約束を無視して契約はしないと言ったんですよね。それに、以前納めていたものも契約破棄すると言いました。うちはそれに従ったんですよ。それなのに、謝罪の言葉もなく、契約してやるなんて冗談じゃない。あなたに見下されるのはもうたくさんです。もし本当に困っていて、うちと契約したいというのなら、まずは謝罪が先でしょ？前社長の時は対等な関係でしたよ。それなのにあなたは明らかにうちを見下していた。確かに小さな工場ですが、従業員にそれなりの給料を支払える売り上げはありますよ。うちの売りは技術ですから。そう言うと、二代目社長の眉がピクッと動いた。あなた、うちの技術をまだ分かってないですよね。特許を取った部品だって、未だに他の部品との違いが分かってないんじゃないですか？それを聞いた二代目社長は大声を出した。うるさい！社長である俺がそんなこと知らなくてもいいだろ？俺は会社の利益を追求しているんだ。それが社長である俺の務めだ。その言葉に俺は吹き出してしまう。会社の利益を追求するのに部品の違いも分からないんですか？だから安いだけの海外の粗悪品を仕入れて失敗するんですよ。あなたみたいなのが社長じゃ、会社が潰れるのも時間の問題ですね。そこへちょうど商談に出ていた父と雪村さんが戻ってきた。雪村、お前！二代目社長は雪村さんがうちで働いているとは知らなかったようだ。雪村さんは笑いながら、お久しぶりです。私今こちらでお世話になっているんです。話のわかる社長だと営業もしやすいですからね、と言う。父は、話は聞こえてきたが、今後一切オタクと取引はしません。あなたがどんなに困ろうとうちには関係ありませんからね、と二代目社長を睨んだ。二代目社長はさすがに諦めたようでおとなしくなる。俺はお引き取りくださいと言って二代目社長を追い出した。その後、二代目社長の会社は製品の評判もガタ落ちで、売り上げは右肩下がり。半年もすると会社は倒産した。雪村さんが元同僚に聞いたという情報によると、二代目社長は負債を抱え、家も手放し、ボロアパートに引っ越したそうだ。うちの工場は従業員も増やし、今度は第二工場の計画が進められている。これからも従業員一丸となって頑張っていこうと思う。じいさん、今助けてやる！俺は踏切で転んだ老人を間一髪のところで助けることができた。老人から感謝され、それだけで十分だったのに、事態は思わぬ方向に転がっていった。俺は中田。高級車の営業をしている。昼休みにいつもの定食屋で昼ご飯を食べ、職場へ戻る途中、突然後ろから、おっさんどけよ！と、口汚く罵られた。驚いて振り向くと、すぐ後ろに男子高校生らしい自転車の一団が迫っている。四人が歩道と車道にまたがって、横並びに走っていた。俺はなんとか避けることができたが、本当に危なかった。危ないぞ！車道を一列で走れ！俺は男子高校生たちに向かって怒鳴る。高校生たちは、うるせえ！ちんたら歩いてるのが悪いんだろ！と言い返してきた。なんとも憎たらしい高校生たちだ。いつ誰にぶつかってもおかしくない。ついに一人の老人が自転車にぶつかってしまい、自転車の男子高校生も老人もバランスを崩して二人とも転んでしまった。しかも間の悪いことに転んだのが踏切の中だった。なあジジイ、気をつけろよ！
自転車の男子高校生は、すぐに起き上がり、老人に悪態をつく。老人は、打ち所が悪かったのか、なかなか起き上がれない。通行人たちも、何事かと立ち止まって、様子を伺っている。おい、やべえぞ。早く行こうぜ。高校生たちは、老人を助けもせずに、ささっと行ってしまった。なんて奴らだ。俺は老人が心配で、足を早めた。ちょうどその時、踏切の警報音が鳴り出したからだ。通行人たちから、ざわめきと悲鳴が上がった。遮断機はまだ降りてきていないが、時間の問題だ。老人は必死に立ち上がろうとするが、うまく立てないでいる。その時俺は、老人の足が線路のレールの間にすっぽりとはまっているのが見えた。気づいた時には、俺は駆け出していた。じいさん大丈夫か？今助けてやる！遮断機をくぐり抜け、俺は力任せに老人の足を引き抜く。うっと老人がうめいたが、仕方ない。俺は老人を抱えると、電車に引かれる前に間一髪、踏切の外に逃げ出すことができた。俺たちが踏切から出た後、電車が通り過ぎ、振動とともにふわっと風が吹き抜ける。今になって腰が抜けそうだ。俺はほっとして大きなため息が出た。ありがとう。命拾いをしたよ。自分の命の危険も顧みず、なんと勇敢な若者なんだ。当然のことをしただけです。老人は首を振る。誰でもできることではないよ。足がうまく抜けなかったし、今度こそ年貢の納め時だと思ったよ。そうだ。足は大丈夫ですか？俺が無理やり引き抜いてしまったので、痛めていないといいんですが。俺が心配になって聞くと、老人は二三歩歩いてみせ。ああ、大丈夫そうだ。と笑ってくれた。だが、俺にはどうも足を引きずっているように見えた。うちのばあちゃんがよく言ってたんですけど、年を取ると後から痛くなるもんだって。俺のせいで足を捻挫でもしていたら申し訳ないので、もし何かあった時は連絡してください。俺はポケットから名刺入れを探して、名刺を一枚取り出すと老人に渡す。老人はしげしげと俺の名刺を見ると、中田くんだね。君のせいではないのに律儀だな。あそこの車屋で働いているのか？と言った。ええ、そうです。じゃあ、俺はこれで。俺は話を切り上げ、店に戻ろうとした。ところが、老人がまた名刺を見ながら質問してくる。営業と整備もやっているのか？俺の名刺には営業の文字だけでなく、整備の資格も書かれている。それを疑問に思ったんだろう。ああ、本当は整備だったんですよ。最近支店長から人事異動で営業に割り振られたんですよね。俺が苦笑しながら軽く説明すると、老人は、じゃあそのうち整備に戻るのかね？と聞いてくる。それが、一台も売らないうちは戻るなって言われたんですよ。私が車を買ってやろうか？え？いやいや、とんでもない。俺はそんなつもりで名刺を渡したんじゃないんです。ただ足を痛めてないか心配だっただけで。うちは高級車を扱っているからかなりの値段がするんですよね。俺はうちの車が好きだから本当に欲しいと思っている人に売りたいんです。営業失格かもしれませんけどね。俺が頭をかくと老人は、ああ、そうか。と言って話題を変えてきた。ところで、さっきの若い子たちは
この先の高校の生徒だよな。そうだと思います。ああ、わかった。ありがとう。一言言ってやらないと気が済む。老人と話したのは、ほんの数分のつもりだったが、俺は結局、10分ほど昼休み時間をオーバーしてしまい、店に戻った途端、上司の富澤から、たるんでいるぞと怒鳴られた。俺はさっきの出来事を説明したが、富澤は、あの男子校は偏差値も高くて優秀な学校だぞ。うちの息子も通っているんだ。あそこの学生たちが、そんな振る舞いをするわけがない。と言い出したのだ。また始まった後、俺は呆れてしまった。富澤はいつもこうだ。理不尽なことばかり言ってきて、俺を蹴落とすチャンスを狙っているのだ。車の営業には、最初から営業として採用された喫水の営業と、整備から営業に回された社内移動組の2種類がある。富澤は喫水の営業で、俺みたいな整備上がりの営業を嫌い、花から俺の言うことを信じようとしない。喫水の営業よりも、整備上がりの方が車について詳しく、客からの評価が高い時があるからだ。俺は言っても無駄だと説明を諦め仕事に戻った。それから数日後のことだった。前日のシフトが休みだった俺が出勤すると、支店中が大騒ぎになっていた。エアバッグの不具合ですか？本社から一報があり、エアバッグに不具合が見つかったと言われたらしい。詳しい事情はまだわからないが、どうやらエアバッグの制御ユニットに問題があったそうだ。事態は割と深刻で、通常運転時に誤作動を起こしたり、本当に事故に遭った時に作動しなかったりする可能性があるという。もちろん、ごくわずかな可能性であって、ほとんどの場合は問題ないはずだ。だが、エアバッグは緊急時に使うもの。人の命を助けるために、絶対に不具合が起きてはいけない。本社は、問題のエアバッグの車種のリコールを決定し、うちの店では、支店長が車のオーナーたちに電話連絡をすることに決めた。みんなで手分けして、オーナー様たちに連絡をしよう。しっかりと誠意を見せるんだ。支店長の言葉に、全員がうなずいた。一通り電話をかけ終え、支店長は他の営業たちと手分けをして、オーナーたちを回ることになり、俺と富澤は、店番をしながら、連絡がつかなかったオーナーにまた電話をしたり、折り返しの電話を待ったりすることになったのだ。二人きりになった途端、富澤が、そうだ、中田。なんでもっと早くエアバッグに不具合が起きると教えなかったんだ？と言い出した。え？不具合が起きるかどうかなんてわからないですよ。うるさい。整備のくせにわからないなんて。お前営業も整備も向いてないんじゃないか？そんな無茶苦茶な。こうして、俺は富澤から、なんであらかじめリコールされることがわからなかったかという、めちゃくちゃ理不尽な理由で怒られ始めた。だいたいこんなリコールなんかしなくていいんだよ。人間事故るときは事故るんだ。車が大破しちまえば、エアバッグの不具合なんてわかりっこないのにな。正気ですか？俺たちは車を売る側の人間なんですよ。乗る人の安全性が第一ですからね。俺が思わず口答えすると、富澤が、うるさいうるさい、お前なんてやめちまえ。お前みたいに上司に口答えする人間はうちにいらん、と怒鳴る。その時だ。突然老人が来店し、鬼の形相で富澤に詰め寄り、この嘘つきが、話はすべて聞いていたぞ。私の4000万の車の契約はキャンセルで。と、大声を出した。え？あの時のじいさん？俺はポカンとした。この前の普段着っぽい服装と違って、
見るからに高そうなスーツ姿だが、間違いない。だが、契約の話は初耳だし、一体なんでこんなに怒っているんだろう。俺は頭の中が疑問でいっぱいだった。老人の後から、黒いスーツ姿の、見るからにその筋っぽいごつい男性が何人も入ってきて、老人の後ろに控える。富沢は、みるみる真っ青になり、そんな、どうかお考え直しください。お願いします。と、両手を組んで懇願しだした。額には油汗が浮かんでいる。中田くんの上司であるのは間違いなさそうだが、中田くんと仲が良いというのは大嘘だったな。老人は富沢に向かって詰め寄った。後ろの黒服たちも無言で富沢を睨みつけていて迫力がある。嘘じゃないです。私と中田は仲良しなんです。親友ですよ。富沢が視線に耐えきれず、悲鳴のような声で言い訳をした。え？俺と富沢さんが？仲良くなんてないですけど。俺が困惑してつぶやくと老人は、ほらな、思った通りだ。それに、まだ私の契約のことを話してもいないようだな。今まで話す時間が十分にあったと思うが。そこまで言うと老人は富沢に対して手を出す。ほら、とっとと契約書を出せ。私を馬鹿にしておいていい度胸だな。覚悟はできているんだろうな。数日前、俺と話した優しい老人の姿がガラリと変わって、まるでヤクザの親分のような大迫力だ。というか、後ろにいる黒服たちから見て、その筋のもので間違いないだろう。黒服たちは直立不動で何も言わないで立っているが、目つきは鋭いし、ワイシャツの首筋には見えてはいけない模様が見えている。そんな、これから話すつもりだったんです。ただ、今日はいろいろあって忙しくて、お客様を馬鹿にするつもりなんて全然ありません。どうか許してください。富沢は、泣き出さんばかりだ。老人の前に土下座し、カーペットに頭をこすりつけながら、必死で謝っている。俺はちっとも状況が理解できない。一体、どういうことなんです？俺が聞くと、老人が、実は昨日、私は中田くんから車を買おうと思って店に来たんだよ。そしたら君が休みだと言うじゃないか。と説明しだした。老人は昨日来店し、俺から車を買ってくれようとしたそうだ。ところが、俺は休みだったから、また改めて来ようとした。すると、富沢が、自分は中田の上司で、公私ともに仲が良いと言い、自分が代わりに接客をすると言い出したそうだ。それでな、中田くんが普段おすすめしているという車を私に紹介してくれたんだ。この嘘つき男は、私にせっかく来てもらったし、何度も足を運ばせるのが申し訳ないから、今日自分が中田くんの代わりに契約をして、後から中田くんの手柄にするからと言うんだよ。老人は俺のおすすめならばということで、言われるままに車を買うことにしたそうだ。その上で間違いなく俺の売り上げにするようにと念を押したらしい。そうでしたか。すみません。何も聞いていませんでした。俺が呆然として答えると、老人は、ああ、そんなことだろうと思ったよ。だから今日本当に中田くんが話を聞いているかどうか確かめに来たんだ。と言って、富沢を睨んだ。富沢は、さっと目をそらす。若い衆と来店した私を騙そうなんて、仇にしては随分と面の皮が厚いじゃないか。申し訳ありません。富沢は、ますます縮こまって、額をカーペットにこすりつける。
仇？え？やっぱりそうなのかと思って、目を白黒させていると、老人は笑う。ああ、中田くん、怖がらないでくれ。君みたいな普通の人間には何もしないよ。実は私、ここら辺の顔役をやらせてもらっていてね。普段は若い衆と一緒に行動するんだが、この前はたまたま息抜きに一人で出かけたんだよ。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。昨日も店に迷惑をかけると悪いから一人で来ようとしたんだが、若頭から止められてね。ゾロゾロとみんなで押しかけてしまった。そう言って、老人は頭を下げる。組長を助けていただき、本当にありがとうございました。老人に合わせて、後ろの黒服の一人が言うと、全員で一斉に俺に頭を下げてきた。俺は、その迫力に若干ビビって腰が引けたが、なんとか。あ、いえいえ、当然のことをしたまでです。と、絞り出すことができた。俺と老人は笑い合い、和やかな空気が流れる。すると、足元から、富沢の声がした。これでもういいですよね。契約はキャンセルしないで、続行でいいですか？半泣きでも、契約継続を訴える富沢の執念に、俺は呆れてしまう。ちゃんと中田くんの手柄にするならな。それにしても、さっきの話はなんだ。随分と理不尽なことで中田くんを怒っていたじゃないか。富沢の態度が老人の怒りを煽ったらしい。俺に話した態度とは打って変わり、老人は冷たい目で富沢を睨んだ。ちょっとした冗談ですよ。とても冗談には聞こえないな。お前は、冗談で部下を叱責してやめろというのか。ヤクザもびっくりな恫喝野郎だな。大変申し訳ございません。老人が怒鳴ると富沢はガタガタと震えながらまた小さくなった。出て行け。二度と私の前にその面を見せるな。老人が低い声で言い、動物を追い払うようにしっしっと手を振る。富沢は弾かれたように立ち上がり、店の奥へと逃げていった。ところで、おじいさんが運転するんですか？4000万って何の車を買ったんです？随分と余計なオプションをつけているような気がしますけど。俺が聞くと、老人は苦笑する。私が乗るんじゃない。うちの孫娘の大学卒業祝いだ。目に入れても痛くない、可愛い孫娘なんだよ。老人は孫娘を思い出したのか、優しい目をしていた。そうだったんですね。お孫さんと連絡が取れますか？せっかくなので、一緒に来てもらって、車種から選び直しませんか？乗る人と一緒に、一から決めた方が、車に愛着が湧きますからね。俺がそう言うと、老人はもちろん、後ろの黒服たちも少しびっくりしたらしい。一瞬ポカンとした顔をして、老人が大きな声で笑い出した。黒服たちも笑っている。君は私たちがヤクザだと分かっても、態度が全く変わらないんだな。実に好ましいよ。本当にありがとう。君の言う通りだ。突然プレゼントして驚かせようと思ったが、一緒に選ぶのは、もっと楽しそうだ。その後、戻ってきた支店長たちに昨日の事情を聞くと、老人たちの一件は、富沢が自分から伝えるからと他の営業たちに口止めしていたことが分かった。支店長たちはリコール騒ぎのどさくさと富沢の言葉で、俺に直接伝え忘れていたそうだ。富沢は店の奥に逃げた後、そのまま老人たちが帰る前に、どこかに逃亡し、老人たちの報復を恐れ、店から本当にいなくなってしまったというよりも、そのまま音信不通になり、
一家で夜逃げ同然に引っ越してしまったのだ。後から聞いたことだが、老人を転ばせた男子高校生たちの中に富沢の息子がいたらしい。老人は本当に若い衆を連れて高校に文句を言いに行ったそうだ。真剣に話したら校長と教頭が老人の言い分を理解してくれ、何度もペコペコ頭を下げて今後気をつけることを誓ってくれたらしい。老人は何でもないように言っていたが、きっと大変だっただろう。でもその後、自転車の危険運転をする高校生はいなくなったから結果オーライだ。俺はもうすぐ念願の整備に戻れることに決まった。ただし老人と支店長や他の営業から頼まれ、老人の担当と今後老人の知り合いは俺が営業として担当することを約束した。こちらが筋を通していればかなりの乗客なので、俺としては構わない。老人を助けて人生が好転していくなんて、おとぎ話みたいだなと笑ってしまった。おい、この企業の担当、お前だろ？部長が俺の前に資料を出してくる。それは、今日の午後に打ち合わせで来てくれるはずの得意先だった。都合が悪くなったから、明日の午後にしてくれって、さっき連絡が入ったぞ。お前のスケジュール空いてたから了承しておいた。え、そうなんですか？いつも私のところに直接連絡が来るので、会社宛に連絡が来るのは珍しいんですよね。後で連絡してみます。俺は疑問に思いそう言うと、部長は。お前が外出中に電話があってな、緊急の用事が入ってしばらく連絡がつかないって言ってたぞ。と言う。確かに忙しい人なので、そういう日もあるかもしれない。そうですか、わかりました。明日ですね。俺が言うと、部長は別の案件を振ってきて。その時間空くだろ？こっちの取引先に訪問をお願いしたいんだが。と言うので、俺はうなずいた。俺の名前は秀樹。30歳の会社員だ。新卒で今の会社に入社して、成果もそれなりに出してきている。後輩も入ってきているし、責任のある仕事を任されるようになって、ますます仕事を頑張っているところだ。私生活では少し前に3年付き合ってきた彼女のルリにプロポーズし、半年後に結婚式を控えている。順風満帆な生活だ。ただ会社ではどうしてもやりづらいことがある。それは部長の存在だ。部長は今年で55歳。もう30年以上うちの会社に勤めている大ベテランだ。新入社員の頃にかなり成果を上げて、それ以来出世コースだったらしい。今うちにいる役職者は大抵昔に成果を上げてきた人のようだ。部長は仕事はできるのかもしれないけど、ちょっとくせ者で、言ってしまえば気分屋である。昨日了承した書類を今日になったらやり直しを命じてくるなんていつものことだ。俺はその行動が無駄だと思い始め、部長に書類を出すときには、本当に大丈夫ですか？と念を押すようになった。部長は大抵面倒くさそうな素振りをする。後日修正を命じられたときには、本当に大丈夫か確認しましたが、どこの修正が必要ですか？何か変更がありましたか？と言ったのだが、それが部長の逆鱗に触れた。それ以来、俺は部長から敵視されている。だったら辞めてやる、と思ったこともあるが、今の仕事は好きだし、給料も悪くない。結婚も決まっているし、もうしばらく頑張ってみようとは思っている。本当に我慢できなくなったら、その時はその時。一応転職先でも探してみようかな、という程度だ。ある日、俺が訪問先から帰ってくると、部長に声をかけられた。
この後商談の予定があったのだが、先方の都合が悪くなり、明日に変更してほしいと電話があったという。部長がこんな伝言をしてくるのは珍しい。いつもなら面倒なことだと部下に任せっぱなしなのに、なんとなく気になって、部長、わざわざありがとうございますと声をかけると、ああ、なんせ大企業の得意先だからな、失礼のないようにしないと、と言った。確かに部長の言う通りだ。この得意先は他の部署でも取引があるので、うちの部署はそこまで大きくなくても全部を合わせるとかなりの量になる。ここがなくなるとしたら大損害だ。いつもは俺に当たり散らす部長でも相手の規模で判断したというわけか。俺はそう思い、部長に頼まれた客先に向かった。その日の夕方、訪問先からの帰り道、珍しく母から着信がある。母さん、どうしたの？電話に出ると、なんと父が交通事故に巻き込まれて救急車で運ばれたという。俺は青くなりながらも急いでその病院に向かった。病院に向かっている最中、婚約者のルリに連絡をする。ルリはうちの両親とも仲が良いので、何かあればすぐ連絡をしてと言われ電話を切る。俺が病院に着くと母がいた。どうやら父は軽症ではあるが、数日の入院が必要らしい。俺は母を連れて入院に必要な荷物を取りに実家に向かう。俺は一人暮らしをしているが、実家は徒歩10分ほどの距離だ。車を取りに自分の家に戻り、実家で荷物を積んでまた病院に向かう。母は動揺していたが、ようやく落ち着いた。40代くらいの男性が運転する車が歩道に突っ込んできて巻き込まれたそうだ。幸いガードレールがあったので、近くにいた人たちも軽傷で済んでいるという。すまないな、秀樹。と父が俺に頭を下げるが、いや、父さんが無事でよかったよ。退院の日が決まったらまた連絡して。と言い、母を車に乗せて帰った。すっかり夜遅くなっていたので、ルリに報告をして、俺はすぐに布団に入る。翌日、いつもよりだるかったが、顔を洗って仕事に向かった。昨日キャンセルになった商談がある。昨日の仕事を終えてから先方に連絡を入れようと思っていたのだが、父の交通事故の件で頭が回っていなかった。今日会ったらそのことも謝ろうと思っている。俺は先に会議室に入り、相手が来るのを待っていた。しかし時間になって会議室に入ってきたのは部長だった。あれ、どうしたんですか？そう言うと部長はニヤニヤと笑う。何してるんだ？俺は直感的にこれは何かがおかしいと感じた。でもその理由がわからない。部長は考え込む俺を笑い飛ばす。誰も来ないぞ。え？どういうことなのかと思っていると、部長は笑いながら説明する。取引先を変えることになったんだ。突然の言葉に俺は声が出ない。ほら、こっちの企業だ。そう言って部長はとある会社のパンフレットを出してきた。俺は聞いたことのない会社だったが、社長が若く、この先成長していく企業だと部長は言う。この間俺が商談に行ったんだよ。そうしたら高値で取引してくれるって言うんだ。でもうちの生産数を考えると、お前の担当の大企業の分が用意できなくなる。そこでより利益が出る方を選ぶことにしたんだ。部長は得意げに言ってくる。だからお前の担当していた大企業には今後は取引できないと昨日断ったんだ。
は？俺は思わず声を上げた。どちらと取引するのか精査するという話ならわかる。でも部長は勝手に俺の担当である得意先を切ったということだ。どうしてそんな勝手なことを？俺が部長に言うと部長は笑った。勝手なこと？お前と俺じゃ権限が違うだろ。確かにそうだが、いくらなんでもこれはひどいじゃないか。俺はそう言葉にしたいのをなんとか飲み込み、じゃあ今日の商談は？と聞くと部長はにやりとする。そんなものはない。俺は部長にはめられた。昨日俺を客先に出したのも厄介払いするためだったのだろう。それで先方はなんて？と俺は聞いた。すると部長は俺を見下しながら、お前はいるかと聞かれたが、いませんと答えた。向こうも忙しいみたいで、それ以降連絡はなかったよ。諦めたんだろうな。それにしても、こんな大口契約が決まるなんて、私のボーナスは増えるだろうな。しかし、お前はどうだろう。と言う。俺は悔しくて唇を噛んだ。部長は続ける。こんなことになって非常に残念だ。まあ、利益を増やせなかったお前が悪い。これは会社にとってどうなんだろうな。俺の報告次第ではお前はどうなるかな。そうだな、クビかボーナスカットか好きな方を選べ。どんな選択肢だ。残念な結果になったのはお前のせいだろう。しかし俺は部長の言葉を聞いてなんだか吹っ切れてしまった。こんなずる賢い上司の下で働くなんて馬鹿らしい。そう思うと自然と笑えてきた。そして俺は、じゃあ即クビで、と言う。はあ？部長は間の抜けた顔で俺を見たが、俺はその場でスマホを取り出して電話をかけた。俺が電話の相手に名乗ると、秀樹君、そんな他人行儀にしなくていいよ。お父さん大丈夫だった？という声が聞こえる。はい、幸い軽傷でした。ご心配おかけして申し訳ありません。それで昨日の取引に関することなのですが、俺がそう言うと相手は、ああ、あれが君の部長か。随分失礼な人間だな。でもそちらの社長には俺から言っておくから。と言う。近くで聞いていた部長は、最初は首をかしげてこちらを見ていたが、だんだん表情が険しくなってきた。おい、その電話の相手は誰だ？すると、相手から通話をスピーカーにするように言われる。昨日はどうも。これを機にこちらも見直しを行うことにしまして、オタクとの取引は他の分野も含めて一切中止させてもらいますよ。これはあなたのせいだと、御社の社長には私から伝えます。御社の社長は私の大学の同級生なので、普段からお付き合いさせていただいているんです。あなたのしたこと、すべて報告させていただきますね。そう言われて部長は青ざめた。他の分野ってどういうことですか？しどろもどろになりながら部長が言うので、俺は、この件は俺が担当でしたけど、他の部署でも取引先になっていますよ。うちの部署だけで見たら利益は少ないかもしれませんけど、会社全体で見たらどうなっていると思いますか？まさか部長それを知らなかったわけではないですよね。と言った。部長は口をパクパクしている。すると電話の相手は、話が済んだので切りますね。秀樹くん、お父さんの退院が分かったらまた教えてくれ。と言って電話を切った。部長は青い顔をして、そうだったのか。どうして言ってくれなかった。今すぐ謝罪に行くぞ。
と言う。俺は鼻で笑って、即首でって言ったじゃないですか。俺はもう関係ないので行きませんよ。もしどうしてもと言うなら部長が一人で行ってください。最後にアポくらい取ってあげますから。と言い、会議室を出た。俺は自分の荷物を整理し、青い顔でデスクにいる部長のところへ行く。明日のこの時間なら会っていただけるそうですよ。アポは取りました。無駄だと思いますが、謝罪はきちんとしてくださいね。そう言って、アポを取った時間と場所のメモを部長のデスクに置いた。ちょっと待て、お前も来い!と大きな声を出すが、俺は首を横に振る。さっき人事部に行って退職届を出しました。部長に言われたことを話したので、有給消化をして退職します。今までありがとうございました。お先に失礼します。俺は部長に一礼して会社を出た。父の病院の面会時間は終わっていたので、俺は実家に寄って母の様子を見に行く。すると、ルリの姿があった。秀樹に連絡がつかなかったから勝手に来ちゃった。ルリは俺の母が一人になると気がめいるだろうと思い、仕事を終えてすぐに実家に寄ってくれたらしい。ありがとう、ルリ。俺はそうお礼を言って、ルリと母に今日の出来事を伝えた。母は驚いていたが、ルリは、へえ、まあ、いいんじゃないの?前から言ってたものね。転職先考えてるんでしょ?あ、でも、お父さんがうちの会社はどうかって言ってたわよ。と言う。少しだけ考えたいんだ。と俺が言うと、ルリは分かってくれた。翌日、元取引先の相手から電話が来た。秀樹くん、例の部長が挨拶に来たよ。自分が担当になるから取引を継続してほしいってさ。謝罪すらなかったから、さすがに私が不機嫌になると部長は顔面蒼白になって謝罪したよ。でも謝罪に誠意が感じられなかったし、やはり一切の取引は中止する方向だ。そう言われ、俺はざまあ見ろと思った。俺がわざわざ謝罪をするように助言したのにしなかったし、取引を停止したいと言い出したのは部長だ。完全に自業自得だ。それとルリから聞いたが、君にもひどいこと言ったんだってな。まさか部長は私が君の未来のギフだなんて思っていなかったんだろう。ますます顔色悪くしてたよ。まあそれも含めて社長には報告済みだから、と言う。そう、実は取引先の相手はルリの父親だ。大企業の役員をしていて、うちの社長とは大学の同級生らしい。部長の失態はすべて社長に伝わったというわけだ。義父は、連絡しようと思ったけど、お父さんが事故に遭ったってルリから連絡があったから、連絡していいものかわからなくて、申し訳ないね。と言うので、いえ、僕の方こそ申し訳ありません。と返す。ちなみに、ルリはその会社で受付嬢をしていて、俺は会社に行くたびに気になる存在だった。ある日、会社の外の喫茶店でルリの姿を見つけ、勇気を出して声をかけたら、だんだん仲良くなったのだ。まさか父親が役員だとは思わず、付き合ってからそれを聞いたときは腰が抜けそうだった。その翌日、父が無事に退院した。父が入院している間に警察の捜査が進み、車を運転していた男性は飲酒運転だったことが判明したそうだ。しかもその男性の名前を聞いて、俺はどこかで見た名前だと思った。最近聞いた名前だなぁと記憶を掘り起こすと、あ、その人ってあの社長だよなと思わず声を上げてしまう。そうだ、部長が新しい取引先だと言った会社のパンフレットに
若そうな社長の写真と名前が載っていた。名前も同じだし、年齢も合うし、もしかして同一人物か？いや、でも社長にまでなるような人が飲酒運転なんてするのか？そんなのがバレたら身の破滅じゃないか。まあ同姓同名かもしれないと思っていた。それから数日後、俺が家を出ているとスマホの着信音が鳴る。出てみると部長だった。お前なんとかしろ！第一声はそれだ。興味本位で状況を聞いてみると、やはりあの事故の加害者は俺の勘違いではなく、部長が取引先にした会社の社長だった。事故を起こして社長を辞任することになり、社長と直接やり取りをしていた取引が白紙になったという。俺はてっきりもう契約を締結したものだと思っていたが、口約束だけでギフトの会社の取引を切ったそうだ。こんなことになるなんて思わんだろう。社長は大激怒しているし、あの役員はお前の婚約者の父親なんだろう。うまいこと言って契約を元に戻してくれよ。ボーナスは弾むぞ。俺はため息をつく。別にいらないです。俺有給消化したら退職することが決まってますし、今さらなんでそんなことしないといけないんですか。部長は食い下がる。誰がお前の面倒を見てやったと思っているのか。お前は恩を仇で返すのか。その言葉に俺は笑って、恩なんてありませんよ。俺は部下として振る舞っていただけです。もう部下でもなくなるので、俺にできることはありませんと言って電話を切る。その後も何度か同じ内容の電話がかかってきたが、俺は毎回同じことを言い続け、退職と同時にスマホの番号を変えた。その後、俺は岐阜の会社を勧められ、面接を受けたら合格。ここでは人間関係も良く、仕事もきちんと評価してくれる。岐阜は会社ではほとんど会うことはないが、プライベートではルリと一緒に飲みに行ったり、実家を訪れたりと、いい関係が築けていると思う。岐阜から聞いた話では、前にいた会社の部長を含めた役職者は、売り上げのいい時期に新入社員として入ってきたので、成績がいいのは当たり前だったらしい。社長もうすうすは気づいていたが、役職者をうまく扱えずここまで来てしまった。ゆえに、会社の経営は年々傾いてきているという。岐阜は社長と同級生の中ではあるが、仕事に市場は持ち込まないと、部長のせいで中止した取引を元に戻すことはなかった。社長もそれを望んだらしい。そして社長はついにリストラを決行。部長は真っ先にその対象になり、今は再就職先も見つからず、会社に文句を言いに来て警察に連行されたそうだ。部署は若手を中心に再編されているらしいので、同期たちが頑張ってくれればいいと思う。もうすぐ俺たちの結婚式。父の怪我も回復したし、今から楽しみだ。新しい職場で新しい生活が始まり、大変だけど面白い。これからは一家の大黒柱になれるよう、気持ちも新たに頑張っていこうと思う。かな子が亡くなった。電話で聞いたのは親友の訃報だった。え？電話の相手は親友の兄。悪い冗談なんて言う人じゃないのは分かっているのに、その言葉を嘘だと思いたくて聞き返す。しかし彼女が亡くなったという事実が覆ることは当然なかったのである。私の名前は歩美。今年で32歳だ。数年前にネット通販の会社を立ち上げて、今ではそこの社長をしている。私は高校の時に親友と出会った。通っていた高校では理事長の娘が同級生で、なぜか私は嫌がらせを受けてしまう。物を隠されたり捨てられたり、上履きがなくなっていることもあった。
きっかけはくだらないことで、私が成績で彼女を上回っていて隣の席だったから。相手が理事長の娘だから誰も味方になってくれなくて、私は一人ぼっちになった。それでもいいや、馬鹿らしいと思ってあまり相手にはしていなかったけど、勉強道具を隠されて本当に困ったことがある。放課後に気づいて一人で探し回る私に声をかけてくれたのが同じクラスのかな子だった。かな子はおとなしくていつも本を読んでいるタイプで、とてもそんなことを言わなさそうなのに。こんなくだらない行動、いい加減にしたら？と理事長の娘に言ってくれて、それ以来私は嫌がらせを受けることはなくなった。かな子はそんな真の強い子だ。ある日、かな子と放課後に図書館で勉強した帰り道、かな子のお兄さんに出会った。かな子が紹介してくれて、はじめまして。という彼は、三つ年上の京介さん。いかにも頭が良さそうで、素敵な笑顔が印象的だ。それから京介さんとはたまに会うことがあった。でも、かな子は両親の話を一切しない。両親とは仲が悪いらしい。かな子の父親は地元では有名な加工食品を扱う企業の社長で、母親は専業主婦だそうだ。それからしばらくして、かな子の父親に偶然会ってしまったことがある。私たちは図書館で勉強をしていたが、その日は雨が降ってきそうだったので、いつもより早めに図書館を出た。すると、駅前でかな子が立ち止まる。お父さん。前から歩いてくる男性がかな子の父親のようだ。部下らしき人を連れている。かな子は私の手を引いてその場を去ろうと思ったようだけど、かな子、こんなところで何をやっているんだ、という声が響く。かな子が図書館で勉強していたことを説明するが、父親は娘の言葉を信じずに頭ごなしに怒り始めた。こんな時間まで遊び歩いていたと思ったようだ。その矛先は私にまで向く。お前がかな子を悪い道に導いてるんだな。父親と母親の職業は、勤め先は、早く答えなさい。私はその勢いにひるんでしまい、うまく言葉が出せなかった。かな子は私の前に立ち、関係ないでしょ。私の親友に、そんなこと言わないで。と言った。それを聞くと、かな子の父親は、親友。と言って、馬鹿にしたように笑って去っていく。かな子は、私に謝ってきた。父親は、かな子を大切に思っていないはずなのに、一緒にいる私を攻撃してきたことに、なんだか矛盾を感じる。でも、かな子が言うには、あの人は誰かを攻撃していないと気が済まないそうだ。それから何度かかな子の父親に会う機会があったが、いつも同じように言われるだけだった。かな子の両親は問題が多く、夜に母親は家を開けることが多くなったという。おそらく浮気だろうとかな子は言っていた。父親もほとんど帰ってこないし、両親の会話はないらしい。でも、かな子が非行に走るなんてことはなかったし、大学にも進学してやりたいことを勉強していたので、私は少し安心した。私は大学に在学中から起業することに興味を持ち、勉強を始める。かな子にそれを話すと、真剣に話を聞いてくれ、後押ししてくれた。その頃のかな子は昔から興味があったという農業大学に行き、私には理解できないような研究に没頭していた。たまに会うことがあると自宅でできる栽培キットや研究がてら作ったというジャムを持ってきてくれて、研究内容のわからない私もなんだか興味を持ってしまった。そこで私はふと、これを商品化したら面白いんじゃないかと思い始める。
しかし、現実は甘くなかった。食品を販売するには、いろいろな設備や許可が必要で難しいし、今の自分たちでできる商品を作ってネット販売を試みたものの、商売になるほど売れなかった。そうこうしているうちに、私は大学を卒業。フリーターをしながら、起業に向けて試行錯誤の日々だ。なかなかうまくいかないと、かのこに話したときは、でも、あゆみは途中で辞めるなんて言わないでしょ。まだ何かできると思ってるんだから、やってみたら。と言われ、また背中を押された。ある日、久しぶりにかなこと会っていると、かなこのスマホが鳴る。その電話は京介さんからで、何やら怒っているようだ。近くにいると分かり、京介さんが合流することになった。やられたよ。京介さんはカフェに入ってくるなり、私たちに愚痴り始める。大学を卒業した京介さんは、てっきり父親の会社に入るものだと思っていたけど、他の企業に就職していた。就職が決まった時に、父親に激怒されたらしいが、父親の仕事を継ぐ気はない、父親と一緒に働きたくない、と言うと、さらに激怒され、実家を追い出されたそうだ。京介さんも両親が嫌いだったから、意気揚々と家を出たという。そして、地元の中小企業に入社し、営業として成績を上げていたが、ここ数ヶ月、取引先の様子がおかしかったらしい。京介さんが入社した会社が急成長したことを、父親が気に入らなかったそうで、取引先に圧力をかけてきたという。そしてつい先日、京介さんの勤める会社の社長宛に、京介さんを辞めさせないなら、会社を潰すとまで言ってきたそうだ。京介さんが父親のところへ文句を言いに行くと、その営業としての力は、うちの会社で発揮することだな。こんなに恵まれているのに家を出るなんてどうかしてる。お前は私の会社を大きくすることだけ考えろ、と言われたという。京介さんは、勤め先に迷惑がかからないようにと退職し、かといって、父親の会社になんて行きたくない、ときっぱりと断ったそうだ。私には、父親のやっていることが、よくわからなかったけど、かなこも、あの人のやることなんて、昔からわからないわよ。という。きっと、京介さんは、自分の息子なのに、他社で成果を上げたことが悔しかったのだろうという結論に至った。そして、職を失った京介さんは、かなこから少し聞いてたけど、あゆみちゃんなんか面白いこと始めたんだって?と、私のやっていることに興味を持ち始める。私は大学時代に挫折した食品の販売事業に再チャレンジしているのだ。それ俺にも協力させてよ。面白そうだと目を輝かせる京介さん。お兄ちゃん、やるからにはちゃんと責任持ってやってよね。かなこが厳しく言うが、京介さんは、もちろんだよ。とうなずいた。こうして、私と京介さんは手を組むことになる。京介さんの提案で、まずは SNS でのマーケティングに取り組む。大学時代の失敗からネット販売は難しいと思って苦手意識があったが、やってみると成果を上げられる気がしてきた。京介さんのアドバイスは的確だ。SNS で商品を紹介していくと、売り上げが少しずつ増えていく。本格的に起業しようと、京介さんと相談し、彼の名前が出ると、また父親から妨害されかねないということで、私が社長となり、経営を始める。私は、お飾り社長なんて思われるのが嫌で、必死に勉強した。経営は徐々に軌道に乗り、何人か従業員を雇う立場になる。責任に潰されそうになった時は、必ず、かなこが支えてくれた。かなこは大学院を出ると小さな会社に就職をする。かなこならもっと大きな企業に入れただろうけど、やりたいことに一番近いのはこの会社だと、かなこは胸を張る。その言葉通り、
就職したかな子は今までよりも生き生きとしていた。しかし一年ほど経ったある日、かな子が入院したと聞く。検診に行ったら要精密検査だと言われ、検査入院をするそうだ。落ち着いたら飲みに行こうなんて約束をする。でもかな子は早期発見が難しいとされる癌だった。余命宣告をされ、かな子はみるみる弱っていく。そして今日は仕事を早めに切り上げて、かな子のお見舞いに行こうと決めていた日、京介さんから電話が来た。仕事の電話かと思って取ったら、聞き取るのも難しいほど弱々しい声で、かな子が亡くなったという。え？嘘であってほしいと思いながら聞き返したけど、もちろんそんなことはない。私はその場で泣き崩れた。それからのことはあまり覚えていない。とにかく仕事を早く切り上げて病院に駆けつけたけど、会えたのは変わり果てた姿のかな子だった。でも親族である京介さんの方がきっと辛い。そう思うと彼の前で泣くことはできなかった。その後かな子の葬儀の連絡をもらった。足を運ぶとかな子の父親に出くわす。まだ付き合いが続いていたのか。娘の葬儀だというのにこの父親は悲しんでいないようだ。会社を立ち上げたらしいな。誰から聞いたのかわからないが、私は名刺を差し出した。はい、かな子にもたくさん助けてもらいました。おかげさまで今は売り上げも安定してきています。私がそう言うと父親は鼻で笑ってくる。はっ、どうせちっぽけな売り上げだろ。かな子はこの私の娘。今日は私の取引先もたくさん来ているんだ。はっきり言ってオタクのような底辺企業の参列は迷惑だよ。香典を置いてさっさと帰れ。京介さんは別の聴聞客に挨拶をしていたので話せる雰囲気ではない。それにまさか娘の葬儀の場でも人を馬鹿にしているとは京介さんも思っていないだろう。私だってそうだ。かな子にお別れを言いに来ただけなのに、どうして父親のせいでこんな不快な思いをしないといけないんだ。でもここで私が父親に対して声を上げることは、かな子にも周りの人にも迷惑だ。私に帰るよう促す父親。かしこまりました。私はそう言って香典だけ置いて会場を後にした。その夜、京介さんから謝罪の連絡が来る。親父がとんでもないことを言ってたって、親父の取引先の人から聞いたんだ。本当に申し訳ない。大丈夫です。あの場でことを荒立てたくなかっただけなので。私は京介さんに私の名刺を渡したことを伝えた。京介さんはかな子の件で実家に戻ったり両親と話したりしたが、自分が私と会社を立ち上げていることは話していないという。俺フリーターしてることになってるから、かな子もそう言っておいた方がいいって言ってくれて、口裏合わせてくれてたんだよ。あの父親には相変わらず腹は立ったけど、それよりも京介さんを休ませてあげたいと思う。仕事はしばらく休んで大丈夫ですから。この時の私はまさかこの後あんなことが起こるなんて思ってもみなかった。かな子の葬儀から1ヶ月後、京介さんも仕事に復帰して日常が戻ってきた。しかし突然嬉しくない訪問者が現れたのだ。社長、お客様です。従業員の一人が言いづらそうに私に話しかけてきた。名乗らないので帰ってもらおうと思ったけど、私の顔も知らないのかと怒鳴られたので私に確認しようとしたらしい。今日は訪問の約束もないし誰だろうと思いながら出ると、かな子の父親だった。従業員には私の顔くらいわかるように言っておけ。
開口一番、父親はそう怒鳴りつけた。確かに地元では有名な企業ではあるけど、私は、かな子の父親だから顔を知っていただけのこと。普通に生活していて、どこかの会社の社長の顔なんて気にしたこともないし、覚えようとしたこともない。その態度にも頭に来たので、私はぶっきらぼうに、何の用ですか?と聞く。かな子の葬儀に来た取引先がオタクのことを知っていてな。インターネットで有名なんだって。私にはよくわからんが。部下に調べさせたらそれなりに見込みはあるってことだから取引してやろうと思ってな。え?お断りします。私は取引してほしいなんて思ったこともないのに、この上から目線は何なのだろう。私ははっきりと断った。引き連れている部下が、我が社が取引をしてもいいと言ってるのにその態度は何なんだ、と私に言ってくるが、説教されるいわれはない。お引き取りください。私は訪問者を追い出した。すると、その夜から、会社のホームページやオンラインショップには、不審な投稿が相次いだ。商品のレビュー欄は、商品価値を下げるような内容や、ショップへの評価には、私自身への誹謗中傷まで書き込まれた。タイミング的に、どう考えても、あの父親の嫌がらせだろう。私が京介さんに相談すると、父親の会社が危ないらしいと教えてくれた。そこで新しい取引先としてうちを指名してきたのだろうという。京介さんが言うには、かな子の葬儀での父親の行動に問題があったらしい。俺もかな子も、親父の会社の懇親会とかに参加させられてたんだよ。幼い時からだから、取引先の人たちには可愛がってもらっていて。その人たちが葬儀の時に、親父は何も悲しんでいないと言っていたんだ。それどころか、娘の葬儀をビジネスの場にしているって。俺は親父のことを聞かれたから、今までのことを包み隠さず話したんだ。つまり、父親がかな子に必要以上に厳しくしたり、京介さんが仕事を辞めさせられたりしたのを話したということだ。それに驚いた取引先の社長たちは、父親への不信感を募らせているという。もともと、父親の横暴さに呆れている人もいたらしい。それに加え、取引先へのパワハラも発覚。業界内で少しずつそんな噂が広まった。ついには、取引をやめる会社も出てきて、パワハラで訴えられてもいるらしい。そもそも、親父がじいちゃんから会社を継いでから、業績は下がる一方だったんだ。こうなるのは当然の結果かもしれない。京介さんはそうため息をついた。その後、父親はまた私の会社にやってきて、取引してやると言ってるんだ。しないと言うなら、こんな会社、圧力をかけて潰してやるぞ。私を誰だと思っているんだ。と騒ぎ立てた。私が対応していると、その日は、事務所にいた京介さんが、スマホを片手に私の前にやってくる。京介、どうしてお前が?京介さんはそこで初めて自分がここで働いていることを報告。激怒する父親に向かって今スマホで撮った動画を見せる。パワハラの証拠、ゲットだな。私はそれに続いて、あと、うちの会社のホームページへの書き込み、あなたですよね。誰が投稿したのかもう調べはついているので、ごまかしても無駄ですよ。この商品でお腹を壊した、なんて投稿から始まって、経営者は無能、ブラック企業、社長はブスなんてのもありますね。どこの小学生だっていう話ですけど、立派な侮辱罪ですよ。もう弁護士には相談してありますので。というと、父親の顔は、みるみる青ざめる。その後は京介さんが追い返してくれた。後日、私は慰謝料を請求。ちょうどその頃、他の取引先からもパワハラで訴えられたらしいが、しっかりと支払いはしてもらうことができた。その後、度重なる問題行動で社長の座を退くことが決まったらしい。
代々一族経営をしてきたが、経営は他人の手に渡った。父親が職を失ったことで、母親が離婚を切り出し、それに激怒した父親が、母親に浮気の慰謝料を請求し、泥沼のまま別居しているそうだ。自分には関係ないからと言って、京介さんは、今日もうちの会社でバリバリ働いている。そしてある時、京介さんに言われた。俺たち、結婚しない？付き合ってもいないのに結婚だなんて驚いたけど、ずっと一緒にいて、すでに家族みたいなものだ。彼のことは尊敬しているし、私は迷いもなく頷く。私たちは、いわゆるスピード婚をした。それから一年経った今、私は妊娠が発覚。お腹の子は女の子だそうで、かな子の名前から、一文字もらおうと心に決めている。そう思いながら、あの頃の写真を眺めていると、かな子が笑ったような気がした。